はい、じゃあ今日は気候変動適応センターの気候変動適応戦略研究室の研究員の藤田さんにお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、じゃあ早速ちょっと自己紹介代わりに藤田さんが普段適応に関するどういう研究をやっているかというのを教えていただければと思います。あ、はい。僕は今、日本でのその気候変動の取り組み、特に、地方公共団体の、取り組みなんかを、社会学的なアプローチから分析して、日本の気候変動適応の取り組みの、優れている点であったり、あとはなんかこう改善点みたいなものをこう見出そうとしています。もうちょっと具体的に言うと、今取り組んでいる内容は大きく2つあって、1つは地域的気候変動適応計画の分析っていうのをしています。今現状で、日本で今およそ80件ぐらいですかね、策定されているんですけれども、この、地域気候変動適応計画っていうのは、各地域が今後こう適応を進める上で必要な、あらゆる情報をこう含んでいることが、望ましいわけなんですけれども、なのである意味この地域気候変動適応計画を分析することで、その各自治体さんの、気候変動の適用に関する、準備状況みたいなものをこう測ることができるということで、まずこの、適用計画というのを材料にして分析をしているというような段階です。なので、これを行う上で、まずその地域気候変動適用計画に記載のすべき情報というのは何なのかというのを、海外の研究例なんかを参考にしながらチェック表みたいなのを作って、でそのチェック表に沿って一つ一つ地域適応計画を分析して記載があるかどうかみたいなのを一個調べてるっていうのが一つ研究テーマとして行っています。ちなみにその地域適応計画を分析されていて、現段階で何か見えていることとか、もしくは分析をした結果、こういうアウトプットを出したいと思っているとか、そういったことはあるんでしょうか？あ、そうですね。日本の特徴といいますか、一つその日本で策定された計画で一つ優れているんじゃないかなって思ってる点が、いくつかあるんですけども、一つは、多くのその計画で、気候変動予測の不確実性っていうのをしっかり認識していて、それにのっとって計画を策定されているっていうのが一つ特徴かなっていうのがあります。海外の研究例なんかを見ると、実はこの不確実性の記載っていうのは、多くのその分析した計画の中で記載が不十分であったり、しっかり認識されてない点だっていうことが言われていて、この点は日本で策定された計画の一つの、優れている特徴なのかなっていうふうに思っていて、逆にその足りない点というか、に関して言うと、適用策をその検討するための項目っていうのが、そのチェックリストにこう作ってるんですけども、検討するための項目なんかがまだまだちょっと不十分かなというのがあって、例えば適用策を取ることで、気候変動影響のこう抑制することができて、つまり被害額をこう抑える動きとかができるかもしれないですけれども、適用策を取ること自体でそのコストがかかってしまいますよね。なので、本来というか、適用策のコストと適用策と取ることでのベネフィットの両者をこう勘案して適用策というのを検討すべきだと思うんですけども、まだそのコストベネフィットに基づいて策定された計画というのは国内ではないかなというふうに思っていて、こういったなんか特徴が徐々に明らかになってきたかなというのがあります。なるほど。そういう国際的な比較で日本がどうなのかとか、日本が優れている部分とか足りない部分っていうのが見えてくるっていうのはすごく面白いですね。興味深いです。先ほど前者優れている部分で言ってた気候変動の不確実性っていうのは日本の適用計画でも記載されているというお話がありましたけど、実際にその地域の適用計画の中で気候変動の不確実性っていうのはどのように取り扱われてているんでしょうか？例えばですけど、海外の計画ですと、予測の結果を一つの条件でしか使ってないとかいうのがあります。それが一方で日本の計画だと、複数の前提条件、少し専門的だと RCP のシナリオを複数使っていたりとか、複数のモデル結果を用いて計画を策定しているとか、そういうのが記載が十分かなというふうなところになります。なるほど。複数のシナリオを準備されて、そこの比較とかもしっかり行われているということなんですね。おっしゃる通りです。なるほど。
そのちょっと今不確実性っていうキーワードが出て、ここをすごく私も企業に関わっていて、まあ、難しいと思っている点なんですけれども、でも世の中って結構さまざまなものが不確実性があると思うんです。まあ、例えばそういう地震の対策みたいなものは対策が進められているような気はするんですけれども、まあ、同じようにその不確実性がある気候変動っていうことに関しては、ね、実際に対策に移るまでのハードルがあるっていうのはどういった影響が関係しているのかとか、なんか藤田さんの方でお考えになっていることとかありますか？そうですね、おっしゃる通り、その本当に起きるかどうか分かんないから対策を取らないというのはなんかよく聞く話だし、まあ、自分にとっても少し遠い未来のことなのでそう思ってしまうのはしょうがないかなって思うんですけれども、ただ科学的に気候変動予測、徐々にそういうことが起きる複数 の前提条件によって値は異なるかもしれないけども、徐々に科学的にそういったことが起こりうることが徐々に分かってきているので、地震とか同様ですけども確率論的にそういうことが起こりうることなのだということがこうしっかり認識されてないことが実際の対策を取らないと、そういったことにつながっているのではないかなっていうふうに思います。うん、そうですね、全般的にその気候変動とかその将来予測に関する、まあ、理解っていうのが社会の中で十分されていないっていうところがあるのかもしれないです。確かに、まあ、そのためにも我々がしっかりそれ伝えるってことをやっていかなきゃいけないということかもしれない。あとはですね、藤田さんは気候変動適応センターで地域の気候変動適応センターの支援っていうところを研究者の立場でありながら、まあ、その主担当としてやられておられるかと思うんですけども、そういったご自身の経験からその社会で適応策が推進していくためにどういう課題があって、それに対してまあどういう解決策があるかとか、もう何かお考えのことがありましたら教えていただけないでしょうか？そうですね、社会でその適応策が進んでいく上での課題として、まあ、やっぱりなんですけども、その気候変動の気候変動適応を理解するのってすごい難しくて、まあ、それが適応策がこう推進する上での課題の一つになっているかなというふうに思っています。その今日本で地域適応センターっていうのが設置され始めているんですけども、まあ、ある意味各地域での気候変動適応のこう推進していく上での拠点となるような組織ですけれども、そういった方々に今ちょっとアンケートを取らせていただいて、なんかこう活動する上で何が課題になっているのかというのを聞いたりしています。で、回答として多かったのがやっぱりそのセンターの活動を行う上で専門的知識、この気候変動関係の専門的知識の習得が非常に困難で、それが活動を行う上での課題になっているというような声、たくさんアンケートの結果でもそういう結果になっていて、実感としてもそういうのがあります。まあ、僕自身もその気候変動の適用をずっと研究してきたわけでないので、まあ、すごいよく分かって、横文字がまずはいっぱい出てきて、さっきも少し話しましたが、RCP とか GCM とか横文字がいっぱい出てきて、まあ、もうそこから分かんないこといっぱいあるし、あとはまあ分野が非常に多岐にわたってるじゃないですか。だからまあ一つ一つその基本的なことを理解するだけでも結構大変だなっていうのがあって、なのでまあこの知識の取得っていうのは一つバリアになっているかなっていうのがあります。だから、まあ、そのために、こう何が必要かっていうのを考えると、まあ、やっぱり、まあ、月並みですけれども、こう得られた知見とか考え方っていうのを、まあ、分かりやすい形で、適切な機関が、まあ、弊社もそうですけれども提供していくっていうのが一つ重要になるのではないかと思っていて、で、一つその海外の例なんかを見ると例えばイギリスってすごい世界の中で適応初期に取り組み始めた国家の一つですけれども、イギリスだとその十数年前にこうイギリス国内の行政官なんかを対象に調査をしたときに、今の日本と同様にその行政官の人たちも専門的知識の習得というのをこういうふうに課題として認識していたんですけど、それが最近同じ調査をしたところ、専門的知識の習得をこう課題としている割合というのが非常に低下していて、適切な方法でこう情報を提示することで、まあ、専門的知識の習得というのはもう徐々に解決していくことではないかなというふうに考えます。なるほど。イギリスはそういう形で進んでいて、専門知識の習得っていうところが今は解決されつつあるっていうところなんですね。適応センターもまあ設立されて2年半ですけど、そうですね、その数年後には自治体の方にアンケートを取った時はそういう形になっていると
をいいですね、そこを目指していきたいですね。本当そうですね、はい、まずはその適用策をしていただくっていうのが一つしていただきたいなと思っています。で、まあ、そのために今最初の方申しましたけれども、各自治体の皆さんであったり、地域の気候変動適用センターの皆様が日々、情報を収集したり情報を発信しているので、そういった自分が住んでいる地域の適用のことについて最初にまず知っていただければというふうに感じています。はい、ありがとうございます。いろいろお話聞かせていただいて、私も藤田さんと一緒に働いてますけど、藤田さんがこうどういう研究をしているのかとか、どういうことを考えているのかっていうのはなかなかしっかり話す機会がないので、今日とっても勉強になりました。これを見ていただいた地方公共団体とか地域適応センターの、皆さん、いろいろ藤田さんとやり取りされることはあると思うんですけど、こういう形で本当に適応っていうことをこう専門に藤田さんは研究をしているので、本当に気軽に藤田さんにいろいろ問い合わせていただきたいなと思います。はい、今日はすいません、短い間でしたけどもありがとうございました。